蜂と熊、村山和子。一匹の子熊が森の中からのこのこと日当たりのいい野原に出てきて、倒れていた丸太の上に腰を下ろして、うれしそうにふふんと笑いました。子熊は懐から蜂蜜を入れた壺を取り出して、指でしゃくってちびちび舐め始めました。いつ食べてもうまいのは蜂蜜だ。蜂蜜に限る。甘くっておいしくって。と独り言を言いながらせっせと舐めておりました。するとそこへ一匹の蜜蜂がブーンと飛んできて、子熊の帽子の周りをぐるぐる舞いながら言いました。子熊さん、僕は本当に腹が立ってたまらないよ。何が腹が立つんだ？僕は何にも君に悪いことなんかした覚えはないよ。と子熊はやっぱり蜜を食べながら答えました。すると蜜蜂は、だって君考えてみたまえ。君は僕たちが長い間苦労して貯めた蜜をそれこそベロベロと見ているうちに舐めちまうんだもん。これくらい腹の立つことはないよ。と羽を震わせて言いました。子熊はこう言われてみるとなんだか蜂に気の毒なような気持ちになりました。そこで、ハチくん、そんなに怒らないでくれ。その代わりに僕は君をいいところに連れてってあげよう。と言って、子熊はハチを花のいっぱい咲いている誰も知らない谷間へ連れて行ってやりました。